いつもご視聴いただきましてありがとうございます。こちらのコスモスは10月20日にも配信しており、ご紹介するのは今回で2度目です。前回は五分咲きでしたが、今回はご覧の通り満開です。五分咲きの時はみずみずしくて美しかったのですが、満開のコスモスの景観も素晴らしいです。所狭しと花びらで覆われ尽くされたコスモス畑は圧倒されます。満開のコスモス畑、いい時期に拝見することができました。コスモスに対する見方がいい意味で好感度がアップしました。オキザリスは秋から春にかけて小さな花を咲かせます。花の色は白、ピンク、オレンジ、黄色など様々で、5枚の花びらをつけるのが特徴です。ただし夏には暑さに耐えきれず花を枯らしてしまいます。エンジェルトランペットは大きなラッパ状の花がぶら下がるように開花する熱帯花木です。品種によっては夜間花が香ります。熱帯植物ですから寒さには比較的強く、11月頃まで咲いています。鉢植えでは大株に仕立てないと花が楽しめず、風で倒れやすいので庭植えにして楽しむ方がおすすめです。ホトトギスは葉の脇に紫色の斑点のある花を1輪から3輪上向きに咲かせます。茎は普通枝分かれせず、まっすぐか斜めに伸び、場所や地域によっては弓なりに垂れることもあります。日本に自生するホトトギスの仲間は10種類ほどあります。ウィンターコスモスは全体的に花が少なくなる秋から冬にかけて花を咲かせます。寂しくなりがちな花壇を彩るのにぴったりな植物です。品種により耐寒性が異なるので、地域の気候に合わせて種類を選んだり鉢植えにしたりすることで、冬の間も花を楽しむことができます。今日は東アジアに広く分布する多年草です。先端近くに数輪花を咲かせます。根は太くまっすぐに伸びて、人参を小ぶりにしたような形です。この太い根は漢方薬にも利用されます。古来より人々に愛され、万葉の時代から鑑賞されていました。花魁草、開花は6月から10月中旬で、過去に切り戻せば再度開花することなどから人気があります。黄色やオレンジの明るい花を咲かせ、寄せ植えや花壇などで人気のマリーゴールド、強い日光や高温にも強く、初心者でも育てやすい花です。とても丈夫な花で、日当たりの良い場所に植えます。水あげはとても良いので、鉢植えの場合は水切れに注意しましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。よろしかったらチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。